はじめまして。御噂は、かねがね伺っております。ええ。ですが、あなたは噂よりも、ずっと心のきれいな方のようです。私は、自分の目と耳を信じます。学園長が発案されたと聞いています。私でよろしければ、協力させてください。あなたの特徴についてお話がございます。すごいのだ。ポイ活のキャラスタジオでキャラクターがボイスをしゃべるなんて初めて見るのだ。これって一体どうやってるのだ。ポイ活ではこれからキャラスタジオのボイスデータについて解説していくのだ。標準のキャラスタジオでは使用できるボイスデータが呼吸音に限られているのだ。しかも再生リストにボイスを登録してボタンを押して再生する意味不明な機能なのだ。このように標準のキャラスタジオには問題点があり、ボイス機能を使う人はいないのだ。しかし、これらの問題点を解決する方法が有志によって作られたのだ。それがタイムラインプラスタイムラインボイスコントロールプラス音声モッドなのだ。タイムラインはキャラスタジオにタイムラインの概念を持たせてシーンを作る基本モッドなのだ。タイムラインボイスコントロールはタイムラインにボイスデータを登録できるようにするモッドなのだ。音声モッドはボイスデータにポイ活本編で使用されているボイスデータを追加するモッドなのだ。また音声モッドはポイ活のボイスデータを AI で生成された声優さん風のボイスに置き換えるモッドでもあるのだ。つまりアニメキャラのキャラカードと音声モッドを使えば本物のアニメキャラのような感覚でポイ活をプレイできるのだ。話を戻すのだ。これら3つのモッドを使うことでキャラスタジオで自由にボイスデータを使用できるのだ。ポイ活、まずはタイムラインと音声モッドで使用するサイドローダーという基本モッドが必要になるのだ。ベックイン EX とベックイズプラグインズと HS プラグインズをインストールするのだ。面倒であれば HF パッチという全自動パッチを使えばベックイン EX とタイムラインとサイドローダーはインストールされるのだ。それからタイムラインボイスコントロールと音声モッドをダウンロードしてポイ活のインストールフォルダにコピペするのだ。音声モッドは性格ごとに分かれているので目的の性格をインストールするのだ。ポイ活、タイムラインの使い方の説明は長くなるので省略するのだ。別の人の解説を見るのだ。それではキャラスタジオを起動するのだ。そしてキーボードのコントロールと T キーか左下のタイムボタンの上で右クリックするのだ。表示されたウィンドウがタイムラインなのだ。ここにボイスを登録していくことになるのだ。まず喋らせたいキャラクターを読み込んで選択するのだ。次に左上のアニメのボタンを押してボイス、キャラ、種類、セリフと選んでいくのだ。そして標準のキャラスタジオと同じように再生リストに登録をするのだ。
どんなセリフがあるか知りたい場合は GitHub にあるセリフ一覧を見るといいのだ。タイムラインのウィンドウを下へスクロールさせてタイムラインボイスコントロールの項目まで行くのだ。そしてプレイボイスマルチインターオペラブルのタイムライン上でマウスの中ボタンをクリックするのだ。そしてタイムラインのウィンドウの最上部までスクロールするのだ。すると先ほどまでなかった赤いダイヤが表示されているのだ。これがボイスの登録なのだ。赤いダイヤを選択すると変更ができるのだ。同様の手順でボイスを追加していくことができるのだ。そういうことなら大歓迎。最初は緊張してたけど、君と話すのが楽しくなってきちゃった。うんうん。これからもっと仲良くなれたらいいな。喧嘩もするかもしれないけど、うまく分かり合えたらいいな。以上で説明は終わりなのだ。どんどんキャラスタジオでボイス付きのシーンを作ってほしいのだ。ご視聴ありがとうなのだ。